はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。勇者アキラです。さあどうですか皆さん、最近はもう急にね寒くなってきちゃいましてね、もうマジで寒くなってきましたね。ついこの間まで私冷房入れてた気がするんだけど、そこから急に暖房を入れないとね、寒くてやってらんねえという感じになっちゃいましたから、やっぱりこんだけ温度差があるとね、体がちょっとね疲れちゃいますよね。もう皆さんもね、風邪などひかぬようにお体ご自愛ください。ませませませっていうことで、まあ、かくいう私も今ねフローリングの上にねこう油をかいて動画を撮っているという状況なんで、フローリングがね冷たいんですよね。なんせだからこう私今ね短パンなもんで、もう足がね冷えちゃってね、今ねもうこう断続的にやってくる尿意と戦いながら動画を撮っておりますけれども、まあ膀胱炎にならない程度にね、ちょっと動画を撮ろうかなと思っております。なんせねやっぱりこう一回トイレ行っちゃうとこれ動画一回止めないといけないし、やっぱこうテンションがね、なんかこうわかりますか、こうおしっこ我慢してる時のテンションと出してきてちょっと爽快になった時のテンションでちょっと違いがあると思うんで、あれなんかこいつ急に爽やかになりやがってどうしたんだ一体みたいな感じになっちゃいそうな気もするんでね、まあそんなどうでもいい情報は置いといて、まあそれでね、今回はちょっとあるものをねレビューしてみようかなと思ってるんですけれども、まあ、ちょっとその前にね、以前私こちらのバーサーカー MTL RTA をレビューしましたね。レビューつったってこれもう2年も3年も前ぐらいのね古いアトマイザーだったんですけれども、まあやっぱり基本的にレビューっつうと、まあ新商品が出たとかね、話題のやつ使ってみたとかね、まあベイプで言うならこう新しく出てきたアトマイザーをレビューしてみたよとか、まあ最近出た話題のモッドをこう紹介してみたよみたいなのがね、まあ多いと思うんですよね、レビュー動画っつうとね。まあ私やっぱりちょっとお性根が歪んでおりますんでね、お性根が歪んでるんです、私は。なんせ天の弱ですから、もう右向け右って言ったら左向いちゃうようなタイプなんでね、まあ、それを逆行していくスタイル、もう周りのベープ系の YouTuber の人たちが新商品をレビューするんなら私は古いやつをレビューしてみようじゃないかとね、そういうこう大義名分を持ってやっております、勇者アキラです。どうぞよろしく、チャンネル登録もよろしくっていうことで、そういうのはね、ちょっと建前なんですけど、まあ、結局、なんか気まぐれで、ちょっとこう古いアトマイザーを、こうレビューしてみたら案外ね、自分の中で面白かったんで、まあ、懐かしいなっていう感じと、新しい発見があったりとかしてね、もう自分自身がちょっと楽しかったんで、まあ、今回もね、ちょっとこう、以前、過去にね、発売されたものを、ちょっと紹介してみようかなと思っております。で、今回はメカチューブ。今回私がね、こうレビューしていくメカチューブがこちら。ヘイ。これ懐かしいと思った人いるんじゃないですかね。これ結構前に出たやつなんですけど、これリズメックの RX マキナっていうメカチューブになりますね。はい。で、これがね、なんと私の、メカチューブデビューの時に買ったやつ。これが初めてのメカチューブだったんですよ、私の。で、これをね、選んだ理由っていうのはね、とにかくね、価格がね、安かったんだよね。これこれギロチン RDA っていう名前のね、こうアトマイザーなんですけど、多分チューブだけだったらね、多分4000円ぐらいで買えたと思う。で、アトマイザーだけだったら2000円ぐらい。多分だからこれ合わせてね、多分6000円とか7000円ぐらいで買えたはずなんですよね。メカチューブちょっと買おうかなと思って、私いろいろこうサイト見てたんですけど、その時にメカチューブの知識ゼロだったもんで、ちょっとメカチューブどんなもんかなと思って見てたらね、こういう AV とかさ、コンプライフとかさ、あって見てたんですけど、値段がさ、もうドン引きするぐらい高かったんだよね。いや、てか高すぎて引いちゃったんだけど、あの当時っつうと私やっぱりこう、もう、マスプロのテクニカルモッドしか持ってなかったんでね。だいたいあの当時自分の中では、モッドの相場って、まあ5、6千円。で、高くても1万円超えないぐらいだったんですよね。うん。だからメカチューブのこのコンプとか AV の値段見た時に引いちゃって、ちょっと、こんなにすんすかメカチューブがみたいな。シンプルな構造のね、ものがこんな値段すんのなんでみたいな。感じだったんですよ。で、メカチューブちょっと手が出ないなと思ってた時にこういうものを見つけまして、これがだから7000円だから、これでこのセットで6000円か7000円、これしかないなと思って買ったんですよね、当時。で、まあ見事にこれでメカチューブにデビューいたしましたということで、まあそこからね、私ベイプにこうどんどんハマっていって、まあいろんなものを買うようになってね。で、
もう金銭感覚完全に狂っちゃいましたから、まあ今となってはこういうコンプとか AV とかも持ってますけどね。うん。だからまあ、ちょっと思い出深いといえば思い出深いチューブかなと思っております。でまあ、実際のところね、まあ、どれぐらいかな。実際そんなにこれは結局使わなかったんだよね。うん。これ使ってみて、あ、なるほど、こんな感じなんだなと思って、そっから結局またテクニカルずっと使ってて、なんでひょんなことからこういうちょっとこう AV とか買っちゃったんで、まあ AV とかコンプとか使うようになってからは全然これ触ってなかったんで、まあちょっとこれ久しぶりにね、ちょっと使ってみようかなっていう感じです。はい。それじゃあちょっとこれをね、一旦ちょっとこうバラして中を見ていこうかなと思います。まずちょっとアトマイザーは後で置いといてね、ちょっとチューブ本体を見ていこうと思うんですけど、こういう感じの、なんていうんですかね、このローレットっていうんですかね、が入ったスリーブ付きでこうですね、こんな感じになっております。これね、バッテリーが18650と20700が使えるチューブなんですけど、ちっちゃいんですよね、とにかく。同じ20700が入るチューブで言うとケネディがあるんですが、これケネディちょっと後前段に置けますけどね。このケネディのチューブと比べてもかなりちっちゃい。こんな感じだから。20700入るサイズでこれだからね。うん。ちっちゃいよね。非常にコンパクトで、で、こう、持ちやすいんですよ、結構。このスリーブが分厚いからね、こう手にフィットしやすい。なんかこれ直径がね、どれぐらいになるのかな?このスリーブはないところで、26ミリ。で、スリーブのところを入れると、だいたい28ぐらいですか ?28 ぐらい。ケネディがどれぐらい ?25 ぐらいか。だからまあ、ケネディよりちょっと太いんですけど、太くて短いっていうね。太くて短い。いいですな。はい。そんな感じですね。んで、まあ、アトマイザー乗せても、アトマイザー乗せてもこれぐらいだから。ね。これケネディとか、もう乗せたら、こうですからね。このコンパクトさはなかなかいいんじゃないですか、これ。はい。で、同じ、じゃあ今度18650が入るタイプのチューブとか、これサブゼロなんだけど、サブゼロよりだいぶ短いから、これほら。ここまでがチューブだからね。ほら。結構短いでしょ?で、あと私結構気に入って使ってるこのスイッチモッツなんかと比べても、おー!こんだけ短いんですよ、これ。どうです?皆さん、これ。結構魅力的でしょ?このサイズ感。私やっぱり、18350のチューブとかね、うん、モッドにちょっとハマってた時期もあって、やっぱちっちゃいのもいいっていうのがありますんで、自分の中で。このサイズ感はいいですよね。アトマイザー合わせてこれですから。これもっと背の低い RDA にしたら、もっとちっちゃくなるからね。いいよね、これね。で、ちょっと中を見ていこうかなと思うんですけど、まず、これね、メカチューブでよくあるタイプのハイブリッドではございません。510接続のタイプのやつになりますね。で、上がまず外れます。この部分ね、こんな感じになってますね。これもまた後でちょっと見ていきます。で、あとボトムスイッチの部分は、こんな感じで外れます。で、こういう筒が出てきて、で、これスリーブ。これが18650使うときに使うやつですね。あとこのスリーブが外れます。あう。これね、オーリングで止まってるだけなんでね。オーリングで止まってるだけなんで簡単に外せますけど、まあ、使ってるときにこのスリーブがカタカタ動いたりとかっていうことは、まあ、あまりなかったですね、私はね。使ってるときは。まあ、だからパーツはね、ざっとばらすと、まあ、このチューブの部分と、スリーブ。で、上のね、510のスレッドのところ。で、あとボトムのスイッチの部分がこうなってるっていう感じですね。はい。で、これ比較対象としてちょっとケネディちゃんを出していこうと思うんですけど、まあ、ケネディなんかはね、ハイブリッド接続なんでね、もうパーツはこのスイッチの部分と、だけ分かれるの。こんな感じ。で、ケネディの場合は、ここにバッテリー入れるじゃないですか。頭枝つけてね、バッテリー入れて、で、こう閉めていって、スイッチピッとしたら通電するっていう仕組みなんですけど、ケネディの場合は、まあ、バッテリーこう当たりますよね。で、このウルテムの樹脂の部分でね、こう調節してるんですよ。こう合わさって、スイッチを押すときにこう、スイッチがせり上がってきて、通電するっていう感じになるんですけど、RX マキナの場合はね、このボトムのスイッチの部分はそういう構造がないんですよね。そういう構造がなくて、
こっちのスレッドの方にありますね。アトマイザーが乗る側にこういうピーク材でこの高さ調節の部分がある。こんな感じ。こう乗って、で、これをはめて、で、こうグッと押し上げてあげると、このピーク材がグーッと押されて、ここに接触して通電っていう、こういう感じになりますね。だから、ケネディの場合は、このケツのね、ボトムの部分に、この構造があるんですけど、この部分が、RX マキナの場合はね、上についてると逆なんですね。アトマイザー側にこれがついてるっていう感じになります。だからこの構造は結構面白いですよね。まあ、チューブはこんな感じですね。さあじゃああとはね、ちょっとこのままアトマイザーをちょっと見ていこうかなと思うんですけど、でこっちのアトマイザーのこれがギロチン RDA というね、非常にこうオブスそうなお名前でございますけど、こんな感じでトップキャップを外れて、でさらにここも外れると、こんな感じですね。んでポストはこんな感じになってて、で付属品はね DF ピンターと呼びのオーリングとか、まあそんなもんですね。あとイモネジと、でここに六角を刺してこうぐーっと回していってあげると緩んでくるんですが、それは当たり前でしょうっていう話ですけどね。これ、で、こう緩めてあげるとね、ここ中に板が入ってるんですよ。金属の板が入ってて。で、これ、ネジを締めていくと、ネジでこの板がぐーっと押されてきて、まあ、コイル固定する、できるんですけどね。これがこう、緩めてあげると、こんな感じでね、ほら。ほら、下がっ、こうなるでしょ。こうなるでしょ。で、締めていくと、これがね、バンと下がってくるんですよ。なんかギロチンみたいでしょ。うん、だからギロチン RDA っていうことで。で、まあ、これがエアホールこんな感じ。で、これをこう、はめといて、だからこれがね、これがよくわかんないんですよね。コイルここに置くんでね。で、エアをこう合わせてこうするんで、ここの調節ができるんですけど、なんかこの、左右対称じゃないんだよね、これ。ほらほら。これを真ん中に持ってくると、こういう感じにずれちゃうし、これをこう合わすしかないんですよね。ほんだらこっち微妙になるでしょ。うん。これがね、なんかしっくりこんというか気持ち悪いというかね。だからまあシングルで運用しようと思ったら、シングルで運用することもできるんでしょうけど、まあこんな感じにしといて、こう合わせてこうだね。まあだから、全開にするとどっかに被って邪魔するってことはないんですよね。場所しっかり見とけばね。で、こうすることで、エアの調節が効くよという、ほら、こんな感じになるんで。で、こうしたら、片側だけにすることもできるし、まあ、前編もまあできるんですよね。だからまあ、もう、こうなっちゃったんですかね。もう、今見た感じ、この位置にしてこうすると、こっち側もだいたい同じ位置にこう来るようになってるんで、うん、こんな感じですね。はい。さあ、それじゃあね、ちょっとこれ、ビルドして使っていこうかなと思います。その前に言い忘れてたことがあるんでちょっとご説明しておきます。こちらのアトマイザー直径は24で、ポジピンはねまあまあ出てますね。はい、これなら、メカでも大丈夫という感じです。今回はね、いつも私だいたい単線使ってるんですけど、今回ちょっとこちらのデーモンキラーのエイリアンワイヤー、このやつ使おうかなと思ってます。まあ、こういう機械じゃないとね、私あんまりこういうタイプのね、ワイヤー使うことないんでね、まあ、こんな感じで組んでますね。内径が3の、5巻きで。で、デュアルでね、組みます。はい、それじゃあ、ビルドしまーす。はい、こんな感じですね。抵抗値 0.24 オーム、 OK。 じゃあこれでねちょっとチューブに乗して、吸っていこうかなと思います。はい、それじゃあねちょっとこちら吸っていこうと思うんですけど、まあ、ちなみにここの510接続のところはスプリングになってますね。でアトマイザーをこう乗せて、で
で、あとはバッテリーを入れると。こっちからか。こんな感じでね。今回はね、20700を使って釣っていきます。で、あとはこう、締めてあげれば OK。OK、OK。ちょっとね、立ち上がり見てみようか。こんな感じですね。いいね。いいね。はい。それじゃあちょっと釣っていこうかと思います。それでは、いただきます。いいね、これ。久しぶりに使ったけど。久しぶりに使ったけど、いいね。いいじゃないか、これ。まあ、このアトマイザーの、ギロチン RDA は、まあ、僕は普通ですね。かもなく不可もなくっていう感じで。普通。めちゃくちゃ味が濃いっていうわけでもなければ、全然味が出ないっていうわけでもないし。まあ、ドローンもね、結構、まあ、スカスカですけどね、前回だったら。まあ、それでもまあ、ちょっと滑らかにミストは入ってくるし、エアの調節もまあまあ効くんでね。ビルドもまあそこまでめんどくないし。まあただ、やっぱりこう、デュアルの爆炎系ってなるとどうしてもこう、やっぱケネディとかと比べちゃうんで、まあケネディと比べたらね、やっぱり、まあケネディの方が美味しいんで、まあアトマイザー自体はまあ普通ですけど、このチューブ自体はね、結構いいですよね。何がいいってね、やっぱサイズだね。これだけ、同じ20700でもこれだけ差があるからね、このチューブの部分ここまでですからね。で、あと、このスリーブがちょっと、ブンって太くて、僕は結構握りやすいし、まあ、いいんじゃないですかね、これ。まあ、これ買ったのがね、初めにも言いましたけど、やっぱこれがチューブ、メカチューブデビューだったんで、まあ、比べるところがね、他になかったんで、まあ、あんまり何とも思ってなかったんですけど、まあ、今は結構チューブとかもね、持ってますし、いろいろチューブもっと使ってきたんで、まあ、今考えたら、これはね、結構いいと思うね。で、さらに値段がね、安いっていうのがさらに4000円ぐらいだから。4000円でね、このサイズで20700と18650が使えて、この使い心地なんで。いや、いいですね。なかなかいいな、これ。久しぶりだけどね。結構良かったね。で、まあ、ちなみに、ちょっと、他のアトマイザーを試しに乗せてみようかなと思うんですけど、ちょっとバッテリー抜いとくわ、一回。ちょっとギロチンちゃんは抜けといて、まあ普通にケネディとか乗せてみよっか。ケネディ乗せたらこうですね。いや、結構いいじゃない。いいんじゃないですか、これ。結構ね。でも色違いますけど、ちょっとサブゼロとか乗せてみますけどね。サブゼロ乗せてもこんな感じだからね。こうね。かなり背が低いんでね。このチューブは結構良かったですね。はい。まあ、これね、まあ結構古いタイプなんでね、今、こう、新品で取り扱ってるショップさんっていうのは多分、まあなかなかないかなと思うんですけど、まあ、メルカリとか、ああいうところ行ったら、結構あるんじゃないですかね。何回か見かけたことありますよ、これ。はい。まあ、ということでね、まあ、このメカチューブ、いいなと思った方は、一度ね、ちょっとこう、ああいうサイト、メルカリとか、ラクマかな、ラクマとか。まあ、ああいうところちょっと探してみたら、あるかもしれない。はい。まあ、やっぱりね、使ってた当時では気づかなかった良さとかね、改めて使ってみたら、こういう感じな、やったんやなと、こう、新しい発見があったりするんで、まあ、長年ベイプをね、たしなんでいる方、もう、試しにね、一度こう、机の奥とかね、ああいうところで眠っているアトマイザーとかもっと引っ張り出してきて、まあ、遊んでみても面白いかもしれないですね。はい。まあ、ということで、今回はね、懐かしのメカチューブを真剣にレビューしてみたという動画でした。はい。まあ、またね、次回の動画もお楽しみにということで、またお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。